2024年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、16年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。特にチャンネル登録がモチベージに重要だから、視聴して気に入ったらどんどん登録してくれよな。1日10人が目標だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国半導体の、命の水超純粋の国産化に、成功。早ければ8月から導入へ。韓国半導体、なんだろうな。毎月、韓国は国産化に成功とか、述べているが、実際、コストや運用面においては課題が、残ることが多く。結局、サムスン電子や SK ハイニックスなどの企業は採用しないで、そのニュースが終わることが多い。もっと言えば、常温で超電導に、成功したとか、すぐに株価操作や詐欺だとわかるような技術の、発明ぐらいしかない。ちなみにその技術は最後はいつものように、超電導ではない。やはり、詐欺でしたと。しかし、詐欺で売り抜けた株価はどうなるんだよ。急騰してから暴落する前に、関係者は確実に売っているはずだからな。だが、何もそういうニュースは聞かないんだよな。まあ、それは今回のニュースには関係ないので、置いておく。それで、韓国では半導体の命の水と、呼ばれる超純粋、ウルトラピュアウォーターが、韓国で国産化に成功し、早ければ今年8月にも、韓国の半導体工場で、初めて使われることになるそうだ。すごいじゃないか。超純粋が作れたんですね。それで日本は、数十年前からその技術を、持っているんですが、韓国さんは何十年遅れているんですかね。ええ、51年も日本から輸入してきたんですか。それで国産化成功したから日本から輸入しない？そんなありがたいことになるわけないよな。どうせ使えないことがコストや、何やらで後に明らかになるだろうしな。では、記事を引用するわよ。半導体の命の水と、呼ばれる超純粋、ウルトラピュアウォーターが、韓国で国産化に成功し、早ければ今年8月にも、韓国の半導体工場で、初めて使われることになる。超純粋とは、水を構成する水素と酸素だけを、残し、無機質やバクテリアなどをすべて、除去した水のことで、半導体ウェハー原板の、不純物を洗浄するのに、使われる。半導体製造工程に、必須だが、韓国がウェハーを初めて生産した。1983年から51年間にわたり日本から輸入してきた。与党、国民の力のイ、ジュファン議員が、韓国環境部から、16日に受け取った資料によると、韓国の半導体企業と、韓国水資源公社は、超純粋の国産化に、成功したとのことだ。慶尚北道久美市の SK シルトロン第二工場で、今年8月初めに、超純粋のテストを終え、本格的なウェハー生産に、利用する計画だ。韓国水資源公社は今年5月までに水質検証を、終える予定だ。韓国は半導体強国だが、超純粋などの半導体素材や部品は、日本への依存度が高かった。日本は1980年代、通商産業省現、経済産業省主導で、半導体研究会を立ち上げ、半導体技術と超純粋生産技術を共に開発した。国の支援を受け、栗田工業や野村マイクロ、サイエンスといった超純粋メーカーが、世界市場を掌握した。米国も安全保障の観点から超純粋技術を支援している。韓国では前政権で韓日の隔週があり、素材、部品、装備分野の国産化、比率を高めようと投資を増やした。国際分業により日本製を使った方が経済的な分野もあるが、半導体関連素材は経済安保の観点から韓国国内での技術確保が必要だという側面がある。
韓国環境部省に、総統は2021年6月、超純水の国産化を政府課題に選定し、韓国企業らと超純水実証プラントを作った。その成果として、国産超純水で洗浄したウェハーが、今年8月に生産されるものだ。理論上、最も綺麗な水である超純水の技術を確保すれば、半導体だけでなく、下水、排水処理など水に関する産業全般で、技術力を高めることができる。韓国環境部のハン・ファジン長官は、超純水も他の半導体技術のように、聴覚差確保が重要な素材だけに、超純水専門人材養成と、研究、開発のための、支援策を、今年中に発表するだろうと、語った。引用は以上。日本が半世紀前から持っている技術を、国産化に成功したとか、半世紀も遅れて喜ばれてもな。韓国さん、先進国じゃないんですか？なんで日本が50年前にできることができてないんですか？そもそも、下水や排水処理もそんなんだから、汚染水を垂れ流しているんですよね。超純水の国産化を政府課題に選定し、韓国企業らと超純水実証プラントを作った。その成果として、国産超純水で洗浄したウェハーが今年8月に生産されるものだ。どうやら8月にイベントがあるようだ。ちゃんとできるのか。覚えていれば話題にするかもしれない。そもそも韓国の半導体なんていらない子になるんだしな。今さら、超純水の国産化がどうとか言われてもな。それで記事を読んだら51年でなく、41年ではないのか。本当、簡単な足し算ができないんだよな。韓国人って。では、ネットの意見を見ておくか。1、月刊国産化再び。2、いつも成功してるな。3、こいついつも国産化に成功してんな。4、ムンちゃんの頃は毎日成功してたな。日本からの輸入は激増してたが。5、超純水を作る装置や部品は日本製というオチなんだろ。6、これで一番不思議なのは国会で成果報告すること。国家戦略だろうがそれは企業レベルの話だろ。7、またですか？ 2 年くらい前にも同じこと言ってただろ。8、純水化の設備は日本製だろ。9、こんなものに必死になるより尿素水を作った方が良くないか。10、大雑把な記事ですなぁ。韓国内で超純水ができたってだけで、製造する技術や部品、設備についても記事にしましょうよ。あとで日本がフィルタの輸出規制を強化したーとか言って騒ぐんじゃねえの。以上だ。では、マリサ、交代よ。おう、最後まで読むぜ。どうせ設備は日本製というのは思いついた。まあ、そんなことだろう。でも、一番うなずいたのは、こんなものに必死になるより尿素水を作った方が良くないか？だ。本当だよ。韓国。なんでどこの国でも作れる尿素を作らないんだよ。中国に二度も輸入規制を食らっても、海外から高い尿素を輸入する。アホの連中だという。超純水の国産化よりも、尿素の国産化の方が、韓国にとって重要だろうに。本当、基本を考えないよな。尿素なければ韓国の物流が止まるんだぞ。超純水が国産化しなくても、日本から輸入はできるが、中国から輸入していた尿素は圧倒的に足りないだろうに。国産化プロジェクトを第一に考えるなら、尿素を作る工場を国が運営しろよ。だから、いつまで経っても学習しない。同じところをぐるぐる回るアホだと、世界中から言われるのだ。しかも、超純水だって日本の41年以上前にできている技術だ。それができて韓国政府が喜ぶようなものなのか。ちなみに以前、2023年3月に国産化成功した時のニュースが、
面白いので途中から引用しておく。韓国半導体企業の工場内で超純粋設備が故障した場合でも、日本の技術者が直接赴かないと修理できないほど依存度が非常に高かったと伝えられる。2019年に日本が半導体素材の対韓国輸出規制輸出管理強化に乗り出して以降、超純粋への依存実態も明らかになり、国産化の動きが進められた。去る2021年6月に、超純粋の国産化が、韓国環境省の課題事業として、選定された後、韓国水資源公社が、韓国半導体大手の、SK ハイニックスと共に、技術国産化に乗り出していた。以後、昨年末、工程設計段階の最初の国産化に、成功し、先月24日には韓国水資源公社が、SK ハイニックスと3月から、超純粋実務協議体を構成して運営すると明らかにしていた。韓国政府は来る2025年まで、超純粋施設装備の 70% まで、国産化率を引き上げる計画だ。この報道を見た韓国のネットユーザーからは以下のようなコメントが投稿されている。大韓民国万歳、内部の敵に気をつけよう。すごいな。我が国は本当に政治さえまともななら一流国だ。久々に聞く爽快な知らせに気分が良い。今後、水が世界的に重要な資源になると予想されるが、我が国の技術は期待できる。日本が輸出しないと脅迫した時、当面は大変でも国の地位とプライドを我々は選択し、時間をかけてでも国産化しようと頑張った結果の一つがこれだ。よくやった。すぐに金にならないからと放棄せずにこういうのを開発しよう。企業は一流、国民は二流、公務員は三流にもならないと、某企業大物は述べていた。この技術の輸出に気をつけないとな。日本の輸出規制はむしろ我が国の安定的な国産技術開発という資産を与えてくれた。引用は以上。このように韓国人はアホしかいないという。超純粋が作れるようになって、それが一体どうしたというのだ。しかも、修理やメンテは日本の技術者がいるんだろう。何もかもがおんぶに抱っこじゃないか。まあ、超純粋がどうなるかは8月のお楽しみということだ。ニュースは以上。霊夢、本当、韓国はどうしてここまで無能なんだよ。国が大々的に取り上げるから、あまりにも日本との技術格差が遅れていることを楽に日本人に知らせる結果となったわね。こんな国が技術大国、自称先進国と名乗るのだから。本当、韓国人はただの間抜けよね。日本の装置や設備を使って国産化、成功したところで、結局、修理やメンテは日本人技術者が、韓国に行かないといけない。しかも、超純粋って国内で、需要なんていくらでもあるのだから、韓国への輸入が減ったところで、困ることすらないという。結局、精密機械を洗浄するには純粋が、必要な事実は変わらないわ。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録をよろしくだぜ。それでは次回、バイバイ。